園長、お待ちしておりました。ショーの最中に呼び出してしまい申し訳ございません。警備責任者としてここにいる。極力口出しはしない。俺に構わず話をしてくれ。かしこまりました。早速ですが、園長に見ていただきたいものがございます。ソラ。うん、わかった。ヒーローズパークの裏口、防犯カメラの映像、無理やり修復したから荒いけど、なんとか見れると思う。一見何も起こっていないようですが、問題はこの10秒後。園長、画面の右下にご注目くだされ。ソラ、巻き戻して一時停止。可能な限り鮮明に。すぐやる。少し待って。完了。これが限界。音声がないから確証はないけど、僕もそう思う。身長、歩き方、すごく男の人っぽい。映像越しだからこれも確証ないけど、この人たちから悲しみの力感じるかもしれないだけ。僕は未熟だから決めつけるのは良くないと思う。だがかなり怪しいな。データを見る限り、園内の監視カメラを巧妙に下げているようだ。ええ、事実記録がほとんど残っておりませぬ。今見ていただいたものとこちらの映像のみ。この人たちだと思うけど、不思議。彼らは何も持ち出さなかった。ラボにはたくさん精密機器があるのにね。警報が鳴ってスプリンクラーが作動したけど、火災の形跡はない。何をしたんだろう。何がしたかったのかな。こちらに対する挑発かもしれない。何にせよ警備を厳重にしなければ。